はい、皆さんこんにちは、アナログルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、パワープロアプリのサクセスをやっていきたいと思います。というのもですね、前回パワープロアプリのサクセス、新イベントキャラクターの SR アルビンを使ってミラージュナックルの取得に挑んだんですが、残念ながら失敗してしまったというのが前回ありましたので、今回はですね、そのリベンジということで、ミラージュナックルの取得をやっていきたいというふうに思っています。で、始める前にですね、まずイベントキャラクターアルビンのボーナスとかちょっと確認しておきましょう。まずイベントリストですね、自己紹介、鉄の爪、ミラージュナックル、これが SR のアルビンのイベントリストになっています。自己紹介はその通りですね。で、鉄の爪っていうのは変化球のポイントとかがもらえるイベントになってます。で、肝心のミラージュナックル、これは3回に分かれていて、1回目と3回目に失敗するリスクのある、イベントになってます。で、3回目はですね、ミラージュナックルか変幻自在かを選べますが、もちろんそこまでいけば変幻自在ではなくミラージュナックルを選択していきたいと思います。で、イベキャラボーナスですね、初期評価が75、そこそこ高くて、スペシャルダッグボーナスが 80%、 で、筋力ボーナスが4に、コツレベルボーナスが2。これは取得できるコツが、レベル3からもらえるようになるので、かなりありがたいですね。で、コツイベントボーナスが 40% で、練習効果アップが 5% というところになっています。それでは早速ですね、サクセスの方を始めていきましょう。で、名前の方はミラージュと分かりやすいようにつけておきましょう。で、投手で、右投げ右打ち、スリークォーターの5あたりが一番投球モーションが早いので、ちょっとでも早く終わるということで、そうしていきたいと思います。で、デッキ構成なんですが、青葉、長野、クレバ、早川葵にアルビで、助っ人枠でいつもお世話になってるライコネンさんの明星ちゃんを連れていきましょう。これでですね、球速が2人、コントロールが1人、変化球が2人という構成になってます。で、コントロールはクレバに任せるとして、変化球がね、長野と早川葵ということで少し弱いんですが、手持ちのイベキャラだと変化球はこの2人が一番、変化球の経験点がもらえるので、この2人でいきたいと思います。で、今回こそ取得していきたいと思ってるので、ミラージュナックルを、招き猫と、あと最近ですね、ちょっと爆弾持ちになる率が高いので、万能パワードリンクを持っていきます。恋愛成就は持っていかないので、もう明星ちゃんがいたらストーカーのごとく追いかけ回したいと思います。さあ、早速じゃあ練習をしていきましょう。最初の方はね、イベキャラが多いところ、あるいはコツがあるところを中心に回っていって、明星ちゃんが出てきたら明星ちゃんをね、追いかけ回したいと思います。ここは変化球の、おお、早速ついたね。早速ついてくれましたよ。つくんですよ、最近は。ただここは明星ちゃんを追いかけるのを優先しましょうね。で、アルビンと出会い、クレバとも出会います。で、明星ちゃんはいるかな、いない。クレバから奪三振をもらい、葵ちゃんと出会って、スバルが去ってやる気が下がると。で、明星ちゃんいるんで、ここで早いですけど、アイテムを使って爆弾を取りましょう。で、一緒に体力もね、微増するので、明星ちゃんを追いかけ回します。15%、大丈夫かな。
で、葵に体力を削られ、ここは休まざるを得ないですね。で、葵に体力を削られ、葵ちゃんがね、結構体力削ってくるんですよね。ただ、早川葵の PR のいいところはですね、おお、また爆弾かい。緩急丸をね、くれるんですよ。で、緩急丸しかくれないんで、かなり助かるといえば助かる。31% はやめときましょう。で、爆弾が取れた。緩急丸をもらっとくと変幻自在とかね、取りやすくなってかなりありがたいので、そこがね、唯一いいところかなと思います。早川葵 PR のくれるコツは、緩急丸だけです。で、明星ちゃんとここで無事カップルになったので、この後はね、いよいよ戦略的に練習の方をやっていきたいと思います。まず、クレーバーから性格性のイベント、4つあるうちの1回目が発生して体力を回復してもらいました。そしたら、ここ、明星ちゃんもいるし、青葉クレーバーがいるところで練習をして、クレーバーからコツをもらいましょう。と思ったら、経験点でしたね。おう。で、スバルとの5球勝負ですね。できればこの前に、コントロールとかね、変化球を覚えさせておくといいと思います。ちょっと今回は忘れてしまったので、のろーいストレートだけで勝負することになりますけど。ここは本当におまけ的な感じなので、あまりね、失敗しても痛くはないんですけど、キバとの勝負、3回のやつがね、3回目まで完走できるようであれば、できれば4回空振りを取ってドクター K もらいたいですね。で、10球勝負のうち4回空振りさせるとドクター K で、負けるともちろん何ももらえないんですけど、勝てば本塁打現金はもらえますんで、まあ取る取らないは別にしてね、それと合わせて経験点ももらえるので狙っていきたいと思います。ここは葵ちゃんから緩急のコツをもらいましょう。で、クレバから正確性で体力を回復してもらいます。クレバは3回目に失敗する可能性があるんですけど、そこをね、うまく抜けることができれば、精密機械のコツをもらえますんでね。で、蝶野が今リリース丸のコツをくれたので、あ、ここ失敗したんで、低め丸のコツをもらいましたね。正確性失敗したんで、ここでの時点で精密機械のコツがもらえないことが確定しました。ちょっと残念ですけどね、まあしょうがないので、忘れないうちにこのリリース丸は蝶野から1回もらったらもう速攻で覚えておかないと、リリース丸をねまたくれるんで、リリース丸よりも欲しいのは変化球の経験点が欲しいんで、ここはねリリース1回もらったら覚えておく、取得してしまった方がいいと思います。で、明星ちゃんと練習してラブモード来たー。でミラージュナックルですね。これイベント1回目です。ここで失敗するとミラージュナックルもう覚えられません。で、クレバからは信用しないで筋力ポイントと精神ポイント20取りします。で、ここはパワー体力がないので1回ちょっともったいないですけどね、デートを入れて体力を回復してラブモードを使っていきましょう。体力を削られますね。ラブモードをうまく活用したいから、ここは葵ちゃんから緩急丸のコツをもらっておきましょう。また爆弾、3回の爆弾か今回。いやでもね、最近の傾向だとこの3回爆弾をもらうって別にすごく驚くべきことじゃないっていうのが怖いとこなんですよね。
最近ね、爆弾がめちゃくちゃつくんですよ、自分。で、ここは、失敗したんで、緩急丸、もう、マックスまでもらっちゃってたんで、ただただ体力が減るだけの長野のイベントでしたけど。どうしようかな。ここは、ちょっとでも、怪我率の少ないコントロールにしておきましょう。で、明星ちゃんに体力を回復してもらって、葵ちゃんから変化球の経験点をもらいましょう。規定列はね、やっとけば技術ポイントと変化球ポイントがもらえるので普通にやっておきましょう。初詣でこれね、大吉来い、大教会。ここまでね、ちょっと苦戦な感じがしてますけど、まだまだ前半ですからね。さあミラージュナックル来い。で、デートを入れておきましょう、一回。で、明星ちゃんからね、脅威の切れ味欲しいので、切れ丸を狙っておきたいと思います。青葉が切れ丸持ってるので、青葉をね、見逃さないでいきたいと思いますけど。もうなんだったら、今、型爆弾ついてますけど、このセクション2から型爆弾と付き合って、最後までゴールするっていうのもありですからね。変化球投手に育てるんだったら、もう球速の練習はね、最悪しなくてもいいかなぐらいですからね。お、切れコツをもらいましたよ。で、ここで体力をがっつり削られますね。で、セクション3に進んでいきます。で、超新魔球絵画のイベントがあって、ここは練習、このあとね、バレンタインのイベントがあるんで、ただね、怪我率が高すぎて、どうしようかな。まあ、メンタル足りなくなってくると思うんで、ちょっとですけどもらっておきましょうか。で、ここで体力を31か2か回復してくれるはずですね。31で、ここで葵ちゃんから変化球の経験点をもらって、ラブモード来い。来ないですね。で、そうこうしてるうちにちょっと忘れてましたけど、この辺りから騎馬との勝負が始まりだすんで、変化球をね、覚えさせていきましょう。で、ストレートもね、もうちょっとだけ上げときますか。140キロあればもういいですから。型爆弾ともう最後までね、付き合っていく覚悟を決めましたと思ったんだけど、今回練習6なのないんで、いや、でもここで明星ちゃんいるし、速さが欲しいんで、練習入れときましょう。今ね、コツが何も発生してなかったんで、場合によっては、通院してもいいかなと思ったんですけど。で、まあ今話してるうちにさっと流れちゃいましたけど、ミラージュナックルは失敗して切れ丸をもらってましたね、今。悲しいなぁ。今回ミラージュナックルを取得するぞと言って始めたサクセスなんですけど、まあ、残念ながらミラージュナックルは取得できなかったということで、青葉の
新魔球回の方に切り替えていきましょう。で、合宿始まって最初の練習は葵ちゃんから変化球の経験点をもらい、小筆ちゃんも変わろうと伝えて練習しましょう。でここで何の練習するか、スカウトがいるところだし長野の変化球を練習しておきましょう。変化球投手に育ってもらいましょうね。さあ合宿を無事終えてパワーがないんで明星ちゃんと楽しくデートしましょう。でここは一本にした方がいいにして精神ポイントをもらい、ビビって やる気を下げられて、明星ちゃんとラブモードに入りたい。きたー、ラブモード。でロードワークに出て変化球ポイントをもらい、体力を削られアルビンと練習。まだ肩爆弾大丈夫だな。まだ1回も痛みが出てないんでまだ大丈夫ですね。で長所を伸ばして練習に付き合いましょう。ウド君の技術ポイントをもらって、でここで明星ちゃんがいたら、いたー、体力を回復してもらいましょうね。でラブモードが終了で、ウドにまた練習に付き合ってあげましょう。でコントロールと監督の評価を上げます。で練習試合はリリーフ止まりなのでコンピューターに任せます。で特殊能力緩急はもう覚えさせて、キレも覚えさせて、他はまだ覚えるの早いかな。脱三振もねまだもらえる可能性あるのでこの辺りでいいでしょう。はい、この練習試合はまあ負けても勝ってもどっちでもいいかなというところはあるんで、クレバが2点取られてますね。でミラージュは抑えてくれたけどそのまま1点返したところで試合終了。経験点はどうかな、12、3点ずつぐらいかなというところですね。10点か。でセクション4に入っていくというところになります。でセクション4の最初はどうしようかな。アルビン、明星ちゃん、いやここはコントロールにしときましょう。で長野から変化球ポイントをもらいます。お、新魔球回だ。これ覚えたいな。覚えられないと。結構ね難易度高いんですよね、青葉のオリジナル変化球を覚えるのが。でここは脅威の切れ味、まあ少しでもね失敗して切れ丸をもらうこともあるのでそれに比べたら全然いいですね。なんかとても平凡な選手が生まれそうですね、このまま行くと。
さあ来い。うわ、失敗したか。残念。となるとオリジナル変化球が覚えられたわけでもなければ、金色の特殊能力を複数覚えたわけでもなく、ごくごく平凡な投手が生まれるというサクセスをこの後も、お届けしていくことになると思うんですけど、どうか皆さん最後までお付き合いをいただけたらありがたいなと思いますので、引き続き、見ていただけたら嬉しいです。でここで牙との勝負に入っていきますんで、この牙との勝負にね、3回とも勝てば、本塁打現金もしくはドクター K。まあね、ここまで来たらドクター K の方が欲しいんで、奪三振力が上がるような変化球とかね、そのあたりを、ちょっと習得させていきたいと思うんですが、そのためにもまずこの1回目でね、負けるわけにはいかないんで、きっちり抑えていきましょう。これで1回目勝ったんで、あと2回。今、セクションが11、セクション4のターンが11まで進んでるんで、ちょっとね、微妙かなーっていうのは正直あるんですけど、まあ、かけましょう。残りの可能性に。で、ここでやる気と体力を削られて、休みましょう。で、牙との勝負に入るんで、この牙との勝負はね、何としても勝って、で、忘れずに能力を上げるということをやっておきたいと思います。さっきね、やる気を下げられたっていうのがちょっと痛いですね、ここに来て、そうなると。おお、ボールか。このナイスピッチを出すともう安心なんですけどね。調子が1段階下がるだけで、ナイスピッチゾーンがだいぶ狭くなるんで、さっきね、プリントテストで下げられたのはかなり痛いですね。そしたら、ここで忘れないうちに変化球と、能力を上げときましょう。こんなとこかな。で、葵ちゃんと練習して変化球ポイントをもらい、牙と勝負をもう一回したい。発生しないかな、このままだと。どうしよう、 24% やっちゃおう。よし、アルビンから伸び骨が欲しい。伸び骨、伸び骨じゃなくて経験点でしたね。で、1回戦目なんですけど、1回戦目はちゃっかりチャンスで全員操作で十分勝てると思うので、ちゃっかりにしておいて、変化球ポイントは足りないか。念のため勝ち運を入れておきましょう。で、コントロールを B まで上げときますか。はい、これでいきます。
チャンスが回ってこないな。ん？ 1 回戦目でチャンスが回ってこないまま負けるってのはやめてよ。ちょっと待って、危ない、めったにないケースだな。これでさよならですね。ただこれでかなり経験点が稼げたんじゃないかな、ひょっとしたら。最後まで投げてたかな、ミラージュ君は。30度回りか。で、騎馬との勝負は出ないかな、このままだと。なさそう。残念。ここはね、スカウトの評価を上げときたいんで、変化球にしましょう。で、騎馬との勝負。本当はね、3球勝負のところで勝ちたかったんですけど、残念ながら、イベント自体が発生しないまま進んできてしまいました。で、プレーの方はね、しっかりピンチャンにしたんで、いきなりピンチで投球機会になってますけど、ここはね確実に抑えておきましょう。かといってあまりね体力を削りたくないんで、なんて贅沢なことを言ってると打たれますね、これは。1点先制されたか。さらにツーアウトながらランナー三塁一塁、これはピンチだな。ここは体力使ってても確実に抑えておかないといけない。嘘だろう、完全に打ち取った当たりだけどな。2点差か。ちょっとね不甲斐ないところを見せてしまいましたけど、さあここはね抑えないともう勝ち目がなくなってくる、そんな場面に入ってきましたんで。まずは外角にストレート、次はインコースにチェンジアップ。ここはねボールになってもいいような際どいところにストレート、これが決まって見逃し三振。さあ攻撃チャンスがないままピンチが連続して続く。まずは内角にストレート134キロ、今度はね外角にチェンジアップで1球外したスライダー、スラーブかな。で内角高め、ボールになってもいいようなところに。おお、今のはアウトのタイミングにも見えたけどな。で無駄にナイスピッチングが出ちゃって、さらに出ちゃって、これゲッツーになる。よし、そしてウドだな。ここはね牙を打っておきたい場面なんで、スライダー、これがセンター前に落ちてワンアウトランナー三塁一塁。これゲッツーだけはやめてね。よし、真ん中に来た爆速はさすがに打てますね。これはどう？で山根がパワー F か、ちょっと期待できないな。ごめん山根、ナイスバッティング、これで追いつきました。これはフォークですね。爆速ストレート高めだったらね、なんとか内野の頭超えられるんですけど、低めの爆速ストレートはパワー F じゃ絶対超えられないんですよ。で不甲斐なくカーブに空振り三振。まあ、4回で2対2。追いついたのは大きいですね。で、パワー G の山内。
おお、これはいいところに転がってくれた。これホームに突入してほしかったな。これ抜けるね。流し打ちで逆転で、ウド君、これがレフト前に落ちて、で小田切ね、ここで試合決めたい。ゲッツーだ。チャンスの後にピンチありということで、ノーアウトランナー二塁。ここを抑えとかないとちょっと危ないかもしれない。よっしゃー、スラブいいとこに決まりました。で水鳥は内角から入っていきましょう。でスラーブで空振りで、1球ボール気味のストレートで、インハイの後のインローのチェンジアップ、これ効くでしょう。で9番の村上、波動高校9番といえどパワー C ありますからね。パワープロ高校は9番とかになるともうパワー FG 当たり前ですからね。さあノーアウト二塁のピンチを切り抜けた後、8回の裏追加点のチャンス。初球爆速ストレートから入ってきました。キーパー2球目はカーブかな、これはフォークでしたね。で爆速ストレート内角外れて、ワンボールツーストライクから高速スライダー、これをファール、カウント変わらずワンボールツーストライクから爆速ストレートを打ってショートゴロ。これ爆速ストレートですね、うまく打ってレフト前。そして山根くんです。うまく打ったけどファール。2球目も爆速ストレート、ここまで2球爆速ストレート、3球目も爆速ストレート、これをセンター前に運んで4対2と2点リードに変わったパワープロ高校。これも落ちますね。これピヨるんじゃない、そろそろ。まだピヨらないか。クレバはこれどん詰まりのショートフライですね。さあ9回の裏、ピッチャーはクレバに変わってます。クレバはねもう低め中心に投げていきましょう。まずはストレート、このスローカーブが外れてカウントをワンボールワンストライク。で低めのストレートで、低めのスローカーブで打ち取りましょう。見逃し三振。低めの外角ストレート、これがセンターフライ、これで波動高校を下しました。甲子園出場決定。でコントロール、クレバのコツとタッグ、でここはどうしようかな、あえて行かずに、いやいや行っといていいね、行きましょう。球速練習、でしっかりピンチャンで変化球、ここはチェンジアップをもう一回強化しておいて、どうしようかな、ストレートもうちょっと上げときますか。こんなとこですかね。で特殊能力がねこれぞというのがもうないので、コツをもらってるものっていう観点だと、
ちょっとね、物足りない投手になりそうですね。このままいくと、まあ、A かなーっていうところですね。招き猫持ち込んで A 止まりっていうのはちょっと寂しいですね。特殊能力がもらえるのが、金色のね、特殊能力がもらえるのが、このままいくとっていうか、まあ、このままいくんですけど、明星ちゃんの脅威の切れ味だけだっていうのが、敗因というかね、まあ、そのサクセスが大成功にならなかった原因になりそうですね。まあ、とはいえですね、まあ、このまま頑張ってサクセスを得て、次のね、ミラージュナックルリベンジは達成したいと思いますんで、まあ、そのためにも、ここはね、きっちりとやりきっておきたいと思います。で、次はですね、ミラージュナックルが覚えられなかったら配信しませんので、次、こいつまたミラージュナックルとか言ってなんかやる気だよっていうふうに思わずにですね、次はもう間違いなくミラージュナックルを覚えたら配信しますんで、次は安心して見ていただければと思いますんで、今回はね、ちょっとこのまま我慢して最後までお付き合いください。なんか今回の周囲は、諸葛孔明に変わってるのか、ピッチャー。結構、ストレートが多いな。全方位球種持ってるんですけどね、諸葛君は。ここはフォーク。これが抜けて、1回の裏で8点取ったか、赤壁高校に。まあ、赤壁高校といえば、というか、まあ、この、なんていうんですかね、高校自体が三国志をね、テーマにしてる高校になってますけど、一応1月28日に発売される三国志13、13ですね。こちらも実況プレイする予定になってますんで、三国志がもし好きだという方はですね、ぜひ、当チャンネルの三国志も期待して待っていただければと思います。という宣伝もそこそこに、これコールド入れてほしいな。これも諸葛バテ始めますよ。っていうかバテてるし。諸葛がバテてるっていう。 これで1回の裏で10点目ですね。これでスリーアウト。ピンチャンにしたんで、これピンチで回ってきますね。こんなことだったら、ちゃっかりチャンスだけでも良かったんですけど、まあ、わかんないですからね、試合は。始めてみないと。で、バッターは2番、カンネですね。ノーアウトランナー2塁1塁のピンチですけど、ここはね、0点に抑えておきましょう。ピッチャーのサクセスは、本当にね、もう1点取られるだけでだいぶ変わってきますからね、試合でもらえる経験点が。で、2点取られると、もうちょっと残念な結果になりますね。で、3点になると、もう散々な結果って感じです。と言ってるところから結構ピンチになるな。で、ここは曹操の息子、曹仁ですね。ちょっと漢字がね、違いますけど。これ抜けるか。ノーアウトランナー3塁1塁か。ちょっと舐めてたな。
これゲッツーの間に1点取られたか。もう点をあげたくないな。で8回の裏ノーアウトランナー2塁1塁、ごめんなさい、8回の表ですね、ノーアウトランナー2塁1塁、このピンチでミラージュ2球で追い込んで外角のストレート決め球、これが外れてますね。140キロのストレート、カウント1ボール2ストライク、これはセンターフライ、タッチアップにもできないぐらいでしたね。ここでストレート137キロ、外角いっぱい、これもストレート、そしたらここでチェンジアップ、これが外れてますね。カウント1ボール2ストライクから高めのストレート、これはねボールになってもいい球です。でチェンジアップで見逃し三振、ここで長野にピッチャーが交代、長野よりもクレバの方がね扱いやすいんですけどね、もっと言うとスバルの方がいいんですけど、まあ今ピンチだとねスバルはどうかなという場面ですね。さあこれが最後の回、8回の途中から投げた長野がこの9回の表もマウンドに立ってます。直球を引っ掛けてショートゴロ、ワンアウト。そして7番のテーフですね、あんまり能力高くないな、テーフは。さあこれで締めましょう。最後は2ストライク2ボールか、2ボール2ストライクからナックルカーブ、これが外れてフルカウント。最後はナイスピッチングのストレートで両門を打ち取って試合終了です。で1回休みを挟んで2回戦目、これもしっかりピンチャンでいきましょうね。で特殊能力はさっきも見たけど、もう今更覚えるものはないんだよな、ないんですね。で変化球も覚えたいけど、このままだとやっぱり技術点足りなくなってくる感じですね。1回の裏いきなりチャンスで3番笠原、ワンアウトランナー2塁、ピッチャー村上です。ストレート152キロ、フォーク転がしてしまいましたね。これはストレートに振り遅れました。ウド逆に早すぎた、ちょっともったいなかったな、2球ストレート投げてきてくれたのに。でワンボールツーストライクになって第4球目、このストレートが外角に外れてツーボールツーストライクから、このフォーク、ちょっと手が出ちゃったって感じでしたね、フォークボールに。でピンチの後に、いやいやいや、チャンスの後にピンチありということで、ノーアウトランナー2塁、ここはただ空振り三振に仕留めました。これ大丈夫か、危ない危ない、ファールボールになってくれました。このストレートで見逃し三振大きいな。ツーアウトランナー2塁まで来ました。ツーアウトランナー2塁まで来たら失点なしで切り抜けたかったんで助かりました。で5回の裏ツーアウトランナー三塁一塁で矢部が絶好調、
珍しいな、矢部が絶好調って。矢部が絶好調じゃない状態で回ってくると大抵なんか萎えてるんですよね。ただ追い込まれてしまった。これはもったいなかったな。ただ笠原がホームランを打ってくれてありがたい。でさらに2アウトランナー3塁1塁でウード、ここはね追加点取って9回の表に楽に入っていきたいけどダメだな。さあ最少失点差の1失点で9回の表、ここはね、先頭打者が大事って言おうとした矢先に打たれてしまった。ここはもうね絶対に抑えなきゃいけない場面ですからね、まずはワンアウト取りましょう。ここはナイスピッチングを使って確実にワンアウト取ります。でこれは二見でいいのかな、読み方。ミート B、 パワー B、 危険なバッターですね。ここも追い込んだのでナイスピッチングで確実にアウトを取ります。そして3番の有村、ここはねもう際どいところで勝負していきましょう。よっしゃー、これでゲームセット、決勝進出で虹谷との勝負に入っていきます。でコントロールポイントがちょっとでも欲しいんでコントロールにしましょう。で最後の天空高校戦もしっかり、しっかりピンチャーを選んだつもりがちゃっかりになってましたね今。これはミラージュ君の潜在能力にかけましょう。さあ3点いきなり先制点上げてますけど入れ、よっしゃー、笠原のスリーランホームランで同点に追いつきましたね。もうこれ経験点は期待できないんでもう勝ちに行きましょう。といってもチャンスで、バッティングの機会をもらわないとどうにもならないんですけど。そして8番山内パワー G、パワー G だとどうしてもね内野の頭越えにくいですよね、際どいコースは特に。その後ミラージュも踏ん張ってくれてはいますね。で大貫くんに変わったけどパワー E、 ミート E、 そしてゼフチョ、こんなやつを代打で送るかな。ワンアウト三塁一塁ですけど、このシュートが決まってツーボールワンストライク、ワンアウトランナー三塁二塁、これは抜けるね、勝ち越し。ごめんよこんなやつなんて言って。そして矢部が絶好調だ。まずは初球フォークから入ってきた虹谷、次もフォーク、2球続けて落ちる球ですね。でカーブ、ちょっとタイミング早かったな。これもカーブですね。カウント2ボール2ストライク。でフォークが高めに外れてフルカウント。さあストレートで来い、これはシュートですね。犠牲フライなんでよしとしましょう。ということで最後はその矢部の犠牲フライが効いて甲子園に優勝と。ちょっとね、冒頭から言ってるようにミラージュナックルの取得に挑んできたんですが途中で失敗してしまい、特殊能力も大して覚えられずかなり中途半端な選手になるとは思うんですが、経験点がどれくらいになってるかですね。まあ5000はないと思うんで4800900それくらいかなと思うんですけど、どうでしょう。
そうですね、5000点いかない4990点でフィニッシュ。で最後ね、能力アップしていきましょう。変化球をまずスラーブを1個覚えさせて、で通信あたりをね覚えておきましょうか。であと変化球が必要な玉持ちとか覚えさせますか。こんなとこですかね。で対強打者も覚えて、こんなとこかな。であとはスタミナに当てていきましょう。で余ったのは打たれ強さと、あと投手とか覚えられないかな。覚えられないね。ということでこれでフィニッシュですね。A 止まり。ちょっとね中途半端なサクセスになってしまいましたけど、これでもう一個ぐらいね金色特殊能力を覚えていると S に届いたかなというところだと思うんですけど、まあ、脅威の切れ味一つだと、まあ、この経験点この変化量だと A というところかと思います。というわけで、ちょっとね冒頭からミラージュナックルと言っておきながら、全くミラージュナックルを覚えられないまま終わってしまったんで大変申し訳なかったんですが、次回はね本当にミラージュナックルを覚えられたら配信するということにしていきたいと思いますので、次回はですねぜひお見逃しなく見ていただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございました。